こんにちは。こんにちは、ブログ集客アドバイザーの上川と申します。YouTube 集客アドバイザーの大島と申します。今日は大島さん、はい、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、はい、この動画を見ている方々に対して、はい、一応私上川と大島さんがどうやってどういう経緯で2人がこう出会ってやるようになったかという話をしたいなと思っているんですけども、はい、あれ確か3年ぐらい前でしたっけね、大島さんと僕が出会った。そうですね、うん、初めて出会ったのは3年ぐらいになりますよね。そうですね、他の会社主催のセミナーなんか、はい、で出会ったんですよね、はい、でそれで懇親会があるということで、ちょうど移動中になんかちょっとね、なんか2人がちょっとたまたま一緒に歩いたというか、まあ、接近で、はい、でその時にまあいろんな話をしてて、で、ね、で今でも僕がすごく印象に覚えてるのは、はい、大島さんがなんかそうキンキラキンのねものすごいなんか変わった名刺をね、はい、僕こんなこういうことやってますっつって、当時まだね確かサラリーマンだったんですけど、はい、それでもこいつはなんだと思って面白いなと思ってで食いついたんですよね僕が、うん、そうですね。で、まあ、上川先生が、まあ、ブログ集客アドバイザーということで、まあ、東京でセミナーをやるっておっしゃっていたので、はい、そうですよね、確かに、はい、僕はアイブロ全然いじれてなかったんで、うん、1回行ったんですよね、うん、確か、うん、そうそうそう、1回参加したんですよね、うん、で1回参加したらものすごい、うん、あのノウハウてんこ盛りでなんかここまでノウハウを教えてくれるセミナーって僕受けたことがなかったっていう印象がすごい強くて、でそのセミナー終わった後に、まあぜひ、まあ、今後も東京で三河先生セミナーやっていただきたいっていうことで僕が主催して、初めて2人で3年前に1回コラボセミナーだったのが初めてです。そうですよね、確かそんな感じ。それからなんかね、結構なんか反応がいいというかね、こう思った以上にこう参加者のこう意見とか熱いメッセージがね来て、それでなんかじゃあちょっと継続してやっていこうかってなって、今にいたみたいな感じですよね。本当に継続は力がないといけないと思うんで、はい、はい、そうですね。で正直言うと僕あの時大島先生と本当に会った時に、まさかここまで3年間付き合いするって正直言うと思ってなかったんですよね。よくあるこうね、あのそのまでやってまた会いましょうって言って、大体途切れたりするケースが多々あるんですけども、 その時大島さんはどう思ってました？まあでもやっぱり、本当に東京でセミナーすごいいっぱいやってるんですけど、はい、うん、ですよね、うん、やっぱりここまでちゃんと何ですか、ノウハウを公開してる人ってなかなかいないと思うんですよね、うん、でまあやっぱりお客さんの反応ももちろんいいし、もう全然口コミも、うん、広がっていくような感じのセミナーなので、うん、まあやってほしいっていうもちろん声もありますし、うん、集客の面でも、うん、やりやすいっていう部分で、うん、ここまでやってこれたんじゃないかなっていうのはすごく、うん、なるほどですね。直にやっぱりこう3年間の育んできたものがあるのでそうですね、はい、まあ東京で、はい、なんかまあ一からですからね、はい、うん、で逆にその今もちろん僕上川と、大島さんとでまあね、年間に何回か定期的に今もやってはいるんですけども、今後どうしていきたいっていうなんかビジョンとか思いってありますかね、大島先生と会えて言いますか。はい、まあ僕としてはやっぱり、まあ、当初の思い通り、うん、もっと多くの人に、うん、まあ、このノウハウを知っていただいて、うん、でもうちゃんとしたって言ったら失礼かもしれないですけども、うん、本当にいいサービスを持っている事業者さん、うん、まあ、店舗ビジネスの方だったり、うん、まあ、メインはね、サロンの方とかですけども、うん、まあ、そういう方に、まあ、正しい集客のノウハウを広めていって、うん、まあ、いいサービスの方がどんどん活躍できるような手助けがもっといろんな人に、提供できたらいいなって僕は思ってます、うん、で僕もまさに本当に大島さんと同じ思いで、そのやっぱりアメブロ YouTube って一瞬じゃないですか、はい、もうこの何年か。で実際その
僕たちがなぜそのなんかある意味強みがあるかって言ったら、アメブロと YouTube を組み合わせてやってる人っていないじゃないですか、セミナーにしてもコンテンツにしても、だからそこが逆に言ったら僕たちのこの何だろう売りというか強みでもあるし、であとそのやっぱり YouTube って本当にちゃんとやったらもう SEO がすぐ上がったりとかなるじゃないですか、でアメブロもやっぱりちゃんと正しいやり方であれば本当に集客というかお客さんが取れるようになっていくので、で例えばあの私の知ってるあるサロンの女性オーナーの方がこの間言ってたんですけども、だからアメブロですごい集客できるサロンさんがあるっていうことを知って、はい、その地方なんですって、ちょっと地方の名前言ってなかったんですけども、なんか山の方らしいんですって、山の方、はい、で、はい、どんなサロンだろうと思ってこれはもう定活だと思って勉強だと思って行ったらしいんですって、わざわざ関西の方からその地方行ってみたら全然大したことないらしいですって、はい、ででもこうブログで集客がそこはしてるというのができてるんです、ブログで集客と口コミリピートでお客さん結構もう予約が取れないらしいんですって、はい、ってことは集客がちゃんとできれば、はい、っていうそもそも論に なるんですよね、はい、うん、で逆に言うとですね、どれだけうちの商品がいい、うちのサービスがいい、うちの製品がいい、うちのスタッフが丁寧でいいって言ってもそれって伝わらないと意味がないんだよねっていうのを、あの僕自身はそのさっきの知人のサロンの女性の方が話を聞いて改めて本当に認識したんですね。っていうことは本当に今埋もれてる人、あるいは本当にこのせっかくいいものを持ってるのに見せ方とかが悪くていまいちこう伝わってない集客できない人すごく多いんですよね。だそういうものにもちょっとすごく僕としては最近そういう思いもすごく強くなってですね、やっぱりそれをセミナーにおいて、まあ、伝えたい、一人でも伝えたい、であと大島先生の方からもその動画っていう今週のね集客を使ったマーケティングっていうのをやっぱりね動画ってどうしても難しいと思ってるじゃないですか皆さん。そうですね、うん、だからそこをあの説明の分かりやすさに天下一品の大島さん大島先生にやっぱりもっと広めていってもらいたいなっていう僕自身の思いもあります、正直パートナーとして。はい、あと、まあ、動画とかだと本当やっぱ伝わりやすい部分がすごいあるんで、うん、でね、まあ、もちろんただの店内をただ映しただけでアップしてもね、うん、全然いいと思いますし、うん、まあ、インタビュー動画だって実際は撮ろうと思えば自分で撮れますよね、スマホとかありますから、ね、はい、まあ、セミナーではそういうこともね、あの詳しい内容とかすごい全部話そうと思ってるんですけども、うん、まあ、このねブログ、うん、まあ、すごい集客ができるブログと、うん、まあ、すごい伝わりやすい YouTube、うん、で両方とも SEO がすごく強いということで、うん、まあ、この2つのね、あの組み合わせっていうのはポイントですよね、もうどんどん本当広めていきたいですよね、本当にね、思いますね、うん、でポイントは2つとも無料媒体無料でできるじゃないですか、アカウントさえ取っちゃえばできるんで失敗してもいいんですよね。そうですね、うん、例えばよくあるのはアメブロ削除されるのが怖いとか言うんですけど、削除されたらアカウントまだ作ればいいんですよ、これでも作れるんですよ元々ないものですからね。そうですよね。だから本当になんか変に怖がってる人って多くないですかね。多いですね。だから本当にそんなもう別にダメだったら次作ればいいしやればいいっていうだけの話なんで、もったいないですよね。なんかね、せっかくアクセスも集めやすいしね、両方ともやらないっていう。うん、なので本当それをね、まあ、あの今東京でこう定期的にやってますけども、本当それをね一人で文句の方々に二人で今後とも。伝えていけたらなという思いで、はい、今日、ね、今回こういう感じで対談させていただきました。はい、でこの動画を見てる方はね、ぜひね、あの機会があればあの我々上川大島セミナー会場でお待ちしてますので、はい、ぜひどこかで、我々のセミナーを見かけましたら、はい、ぜひ振って参加していただいて、あなたの人生を変える一つのきっかけにしていただけたらなというふうに思っています。はい、はい、ということで今日は大島さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。